はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。今回ですね、春になりました。まあ、この季節ですね、やっぱり撮りたいものっていうと桜ですよね。なので桜をですね、ちょっと撮影してきました。まだですね、まあ、咲き始めなんですよね。なのでまあ一番咲いてるやつでも5分咲きぐらいで、あとは1分とか2分咲きぐらいのですね、たくさん咲いてはないんですけども、まあ、結構咲き始めたっていうところで、まあ花を中心にですね撮影してきました。まあ広い風景っていうのはですね、やっぱり満開になってくるとそういった写真の方がいいんですけども、今回はちょっとそういったものではなくて、まあ、まだ咲き始めなので花びらとかですね、そういった花、桜の花をですね中心に撮影してきたので、今回ですねこのマクロレンズ 90mm のタムロンのですねマクロレンズを使って撮影をしてきました。まあやっぱりですね、このマクロレンズ使って花とか撮影すると楽しいですよね。でしかもこのですねタムロンの 90mmF2.8 のですねレンズなんですけども、まあこれ古いタイプのですねレンズなんですよ。はい、これですね、だいたいそうですね、新品で3万円ちょっとぐらい、中古でも2万とか、そんなもので買えるレンズになっているので、すごく面白いんですよ。でマクロレンズとしても使えますし、90mm の単焦点レンズとしても使えますので、ポートレートとかもですね撮るのにもすごく最適なレンズになってますので、これですね結構おすすめなんですよ。安いマクロレンズってですね、こういったちょっと試しにですね、マクロレンズってどういうものだろうっていう感じにですね、ちょっと、試してみたいっていう方はですね、すごくおすすめなレンズなので、ぜひですねこれ使ってみてください。これニコン用なので、今回はですねこのニコンの D750 につけて撮ってきました。でこのですね、まあ90mm の F2.8 のタムロンのですねマクロレンズ、安いんですけど AF がめっちゃ遅いんですよ。AF がめっちゃ遅いので、まあ、ちょっとイライラするような時もあると思うんですよね。ちょっとウィンウィンという形ですね、まあ、奥に行ったりとかですね、あの手前に行ったりとか、ちょっとですねなかなかピントが合いにくいっていう特性はあるんですけども、まあ、その辺はですね腕でカバーできるところもありますし、まあ、どうしても AF が気になるっていう方はですね、これの最新バージョンもあるんですよ。それがですね9万しなかったかな、3倍ぐらいの値段で買えるので、例えば新品だと9万円ぐらいで、中古だとまあ6万円ぐらいかなっていうところで、まあ、そっちの新品の方だと AF がですね早いので、まあ、そっちでもいいのかなっていうところになっております。はい、なので安くて、練習用で一つ欲しいっていう方はこのレンズですね。まあ、本格的にマクロレンズ使って撮影いろいろやってみたいなっていう方は、その最新のですね新しいものを使っていただいた方がいいかと思いますので、まあ、タムロンですね 90mm の F2.8 のレンズ、新しい新旧のものとですね2つありますので、まあ、自分がですね予算に合わせて買っていただいたらいいかと思っております。はい、今回ですね、まあ、桜の方ちょっと、撮影してきたので、まあ、その様子とですね、今回撮った写真っていうのをですね、まあ、よかったら皆さんにご紹介したいと思いますので、その辺ですねよかったら参考にしてみてください。じゃあですね始まります。桜の写真をですねちょっと撮ってみようかなと思って軽く出てきています。まだちょっと五分咲きとか、まあ、6、7分咲いてるやつもあれば1分とか2分とかそのぐらいのやつとか、まあ、混じってますけどね。これから来週とか再来週ぐらいにはもう満開になるかなっていうところですよね。でもやっぱ綺麗ですよね、結構咲いてるやつとかは。
ここ結構山の中なんですけども、まあ、人がですね全然いないんですよ。実はここすごい穴場のスポットで、すごくここですね花見とかもできるし、こういったですね桜の写真撮るにもすごく最適な場所かなっていうふうに思いますね。こう段々になってるから、ちょっと桜を見下ろすような感じで写真撮れたりとか、まあそういった面でですねいろいろ使い分けながら撮影できるから、すごく面白い場所なんじゃないかなというふうに思います。でこういった感じでですねちょっと川のせせらぎが聞こえるの分かります？まあ、こういうのもですねすごくいろいろな自然撮れて面白いんですよね。こういうのってやっぱり田舎に住んでいるからこその、特典かなというふうに思います。やっぱこういう風にちょっと日が差してくるとコントラストが強くなってきて、まあ、写真もですね面白いのが撮りやすくなるので、日が差している時に撮ってもらった方がですねやっぱいいかなっていう風に思いますね。いいですねやっぱ桜。ちょっと降りてみようかな。あれ、こんな感じですね。ちょっと画角が狭くて申し訳ないんですけどね、 35mmF1.8 のレンズ使ってるので、 35mm 換算にすると 47mm ぐらいなので、ちょっと画角が狭いかなって感じるかもしれないんですけども、桜の写真を撮るときにやっぱり学校とかの方が面白いですよね。ちょっとあの光を透過させながら花びらにですね、そうするとすごくいい感じの写真が撮りやすくなります。あとは、まあ、こういったちょっと曇り、日が曇ってる時に、あ、今ちょうど日が差してきましたね。こんな感じで、はい、透過してると、まあ、すごく撮影する時にいい感じに撮れるんですよね。逆光気味で撮ると面白いんですよ。であとはスポットライト的に、まあ動画でわかるかな、スポットライト的にちょっと当たってるところとか、あ、これなんか面白いですよね。これなんかもいい感じに日が当たってるので、今ちょっとチャンスかな。ちょっとね風が強いので、
はい、というわけでですね、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでですね、ちょっと簡単に撮影してきました。で、なかなかですね、このカメラを持ちながらですね、まあ、ジンバルに6400、α6400 に乗せて、まあ、こういう風に撮ってたので、なかなかですね、まあ、いろんな撮影が難しかったんですけども、まあ、そういったところですね、なるべくちょっと皆さんにですね、まあ、クローズアップした写真っていうのをですね、まあ、紹介できたらいいかなっていう風に思ってまして、まあ、このですね、90mmF2.8 のタムロンのレンズで撮った作例っていうのを見ていただけたらですね、まあいいのかなっていうふうに思っております。まあ、簡単にああいう写真がですね、撮れますので、まあ、前ボケ使ったりとかですね、ちょっと寄ってみたり引いてみたりして、そのですね、ボケ感の調整とか、あと背景に気を使ってですね、まあ、青空の方向に向けて撮影すれば青いですね、背景になりますし、花びらの方向に向けて撮ればですね、まあ、白の背景になりますし、下がですね、まあ、緑の草とかだったらですね、下の方向に向けて撮影すれば背景を緑にするとかですね、まあ、そういったいろいろパターンですね、撮ることができるので、まあ、この辺もですね、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになっておりますので、また次回ですね、まあ、本格的にちょっと桜が咲き始めたらですね、そちらのポートレートとかもですね、撮っていきたいと思いますので、よかったらですね、まあ、次回の動画とかも楽しみにしていただけたらと思います。はい、というわけでですね、まあ、いろいろですね、写真や動画に関するお話ししてますので、よかったらいいねボタンやですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。